代わって調布木島平村取れたて旬情報のコーナーです。このコーナーでは調布市内で取れた農産物などの魅力、そして姉妹都市長野県木島平村の旬の味覚などを月替わりでご紹介します。今回は木島平村の情報です。調布駅そばにあるアンテナショップ新鮮屋からお届けします。今回の取れたて旬情報のコーナーは調布駅前にありますアンテナショップ新鮮屋からお届けします。さて、これからのシーズンの旬の味覚は何でしょうか。はい、これからはこちらの巨峰が、旬の果物になります。巨峰、はい、いやもう見るからにすっごく立派でもうパンパンですね。そうですね、とても甘いのはもちろんなんですけれども、とてもみずみずしくてジューシーで、食べた瞬間に口の中に果汁が、広がるのでとても美味しいと思います。うん、一粒一粒がとっても大きくて重みもありそうなんですけども、はい、今年の出来はいかがですか。そうですね、天候の方が不順でとても心配されたんですけれども、生育については問題なくできていますので10月の中旬ぐらいまでは美味しくいただけると思います。すごく濃いので味も濃そうですよね。そうですね、とても美味しく出来上がっています。たくさんの方に味わってもらいたいですね。そうですね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。